こんにちは、柴田です。今回はマーシャル系のアンプシミュレーターを鳴らし比べていきたいと思います。こちらライオンなんですけれども、今めちゃめちゃ人気ですね。ユニバーサルオーディオ、マーシャル系のシミュレーターはもうこれ一択っていう人もね出てくるぐらいに大人気で評判がいい、めちゃめちゃ評価高いですよね。今ね6万円超えですね。お高いんですけれどめちゃめちゃ売れているようです。そして対するのはですね、私が愛用している MS50G、プレキシ系のモデリングとしてはマーシャルの1959が入っておりまして、結構ね僕ねそれ使っております。こちらのですねライオンはですね68スーパーリードアンプということで、ジミ編とか、あとねバンヘイレン ACDC みたいな、あとレッドゼッペリンっていうのはね説明に書いてありましたので、その辺の時代な感じなんですかね。使い方はねめちゃめちゃ簡単そうです。キャビネットが3つ入っていて、モデルがベースリードブラウンと、でつまみが6個あって、ボリューム2つにアウトが1つ、で3バンドの EQ にこのアルトというところでルームとプレゼンスとブーストを使えるようになると。この最高峰のプレキシにですねこのね MS50G をね挑ませたいと思います。でまずズームいきましょうね。これはね僕がねいつも使っている音です。1万円ちょいでね、200種類近くのねエフェクト入っておりますし、音も全然悪いとはね僕はね思わないです。ではライオンいきます。違いは感じますね。どこに一番違いを感じるかっていうと、やっぱ一音の強さ。 MS50G はね雰囲気的なものはね全然いいんですけれども、やっぱ一音一音の強さがねライオンがこうズボズボズボってきますね。さすがライオン、6万円超えのアナログのアンプシミュレーターというところで、やはり格はね断然上だったなという風な感じがしますね。雰囲気的なものはズームの MS50G でね十分かなというところもありますので、僕はね
また引き続き MS50G を使っていこうかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。